どうもこんにちは、元月です。今回はアメカジの人気ブランドポストオーバーオールズをご紹介いたします。ポストオーバーオールズは1993年にニューヨークで設立されたブランドなんですけれども、この設立者が日本人なんですよね。なんでアメリカで設立されたブランドなんですけれども、デザイナーが日本人で、サイズ感も日本人が着やすいようになっているので、すごく着やすいんですけれども、デザインとしてはだいたい1910年から1940年代の本当に古いヴィンテージウェアをモチーフにしてて、でここのデザイナーさんが日常着としてこういったヴィンテージウェアを愛用している方なんですよね。でその方がデザインしているので、新品なんですけれども、本当にヴィンテージのウェアを、着てるような、感覚になれるわけですよね。で、大体その当時の、ワークウェアですとかミリタリーウェア、特に20年代から30年代ぐらいのものを、ここのデザイナーさんはすごく好んでるみたいなんですけれども、本当に使えば使うほど味が出る素晴らしい、ものづくりをしてまして、でほとんどのアイテムは、メイドイン USA でアメリカで作ってて、で、一部日本製で作ってるのもあるんですけども、本当にもう生地ですとか縫製ですとかも本当に素晴らしいんですよね。で値段も多少はするんですけれども、本当に長く、経年変化エイジングを楽しめるものなので、本当に好きな方だったらもう本当にハマるブランドだと思います。ものにもよるんですけれども、基本的に僕はここのブランドのものは全て M サイズを着用してます。で、特にカバーオールですとか、こういったシャンブレー生地のワークシャツなんかは人気で、売られていますね。はい、今回はポストオーバーオールズをご紹介させていただきました。この動画が少しでもご参考になりましたら、高評価とぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは本日もアメカジファッションを楽しんでいきましょう。